ハローシンガポール、どうも MC のイモキンです。今日は旅行解禁間近ということで、シンガポールのおすすめローカルフード7選をご紹介します。今日はシンガポールのシンボル、マリーナベイサンズを目の前にしております。超圧倒的ですよね。さて、シンガポールはグルメが盛りだくさんなので、観光に来たらぜひとも食べ漁っていただきたいグルメを紹介していきますよ。それでは早速いきましょう。まずはチキンライスです。これはもう言わずもがなですよね。チキンスープで炊いたご飯の上にね、柔らかいチキンが乗っていてね、これはローカルの方、日本人の方問わずね、すっごいシンガポール人気ありますよ。特にね、マックスウェルフードセンターのてんてんハイナニーズチキンライスっていう店がね、もう絶品なので、観光に来た際は絶対行ってみてください。続いてはバクテーです。バクテーはね、肉骨茶って書いてバクテーと読むんですよね。このバクテーはですね、骨付きの豚肉を様々な香辛料とたっぷりのニンニクとともにこう煮込んでですね、胡椒を効かせたシンガポールを代表するローカルフードなんですよね。あとね、これは生姜がめちゃめちゃ効いてるんで、体調優れない時はね、僕もよく食べてます。もうパワーアップしますよ。このスープがもうバカうまくてね、スープもね、おかわり自由なところが多いので、僕もね、もう飲みまくってます。僕のおすすめのバクテーのお店は3代続く老舗のレジェンダリーバクテーというお店なので、気になる方はぜひ行ってみてください。続いてはラクサです。このラクサはですね、スパイスとココナッツミルクのスープに麺を絡ませたヌードルなんですよね。これもね、ピリ辛でうまいんですよ。マイルドさとスパイシーさのね、バランスが絶妙で、これもフォーカーではね、3ドル前後、日本円で180円から200円前後で食べるので、気軽に食べたい方はおすすめです。続いてはちょっと番外編なんですが、カエルガユ、フロックポリッチをご紹介します。こちら関連動画でぜひ見てほしいんですが、シンガポールの珍料理ですね。カエルです、カエル。あのカエルです。カエルって言われて皆さん抵抗感持つ方も多いと思うんですが、意外と美味しいですよ。例えるならば、鶏肉と白身魚のハーフ&ハーフっていう感じですね。これがね、生姜と一緒に甘辛く煮込まれているんで、臭みが全くないんですよね。一回ね、ゲイランというエリアに行ってね、食べてみたんですがね、これはね、めっちゃうまかったですね。想像よりめっちゃ遥か上行きました。ちょっと小さい骨だけ注意なので、これだけ気をつけてください。シンガポールの思い出にカエルガイもいいと思うので、チャレンジしてみてください。続いてはフィッシュヘッドカレーです。これは南インド特有のスパイスと魚の頭の出汁を取ってスープを作った料理なんですよね。魚の頭の旨味がね、もうスープに行き渡ってて、これはもう絶品なんですよね。これもあーちゃんとロケ行ったんですけども、バナナリーフアポロというお店がね、観光客にとってすごい人気で有名店なので、そちらもぜひ行ってみてください。続いてはカヤトーストです。これは炭火焼きもしくはトーストしたパンにバターのスライスとたっぷりなカヤ、そしてココナッツと卵を使った伝統的なジャムをサンドしたシンガポールの伝統的な料理なんですよね。これはね、シンガポール観光の朝食だったり軽食にぴったりですよ。で、このカヤトーストとコピって呼ばれてるコーヒー、もしくはテーと呼ばれてる紅茶と一緒に食べるのがおすすめです。過去にあーちゃんとカヤトースト食べ比べ企画もやったので、そちらの動画もチェックしてみてください。続いてはヨンタオ風です。これはマレー風のおでんでして、ポーカーなどでお手軽に食べれる料理です。ポーカーの店頭で豆腐、野菜、はんぺん、肉団子、厚揚げなど、もう自由にオーダーできるんですよね。オーダー後その場でスープに投入して、一煮立ちしたらもう出来上がりなので、超お手頃です。これも超美味しいんで試してみてください。さて皆さん、お腹減ってきたんじゃないですか。シンガポールに来たらね、3食と言わずね、5食ぐらい食べる勢いでね、遊びに来ていただけたらと思います。シンガポールグルメをね、楽しみ尽くしてくださいね。それではまた、バイバイ。